特技はないけれども、やる気だけはあるという人、そんなあなたでもできることは必ずあります。プロのスキルはもちろんですが、意外な知識、技術、趣味、人脈など思わぬところで役立つこともあります。今まで当たり前だと思っていた自分の能力は、人から見たら実はすごい能力かもしれません。実際に活動できるかわからないとか、難しく考える必要はありません。リクルートコミュニティは気楽に参加してください。一人一人の力は小さくとも、みんなで協力して大きな活動にしていきましょう。あなたの協力が日本を救います。有志の皆様のご参加を心よりお待ちしております。なお、リクルートコミュニティはギャランティーの発生する募集はありません。以上です。はい、ありがとうございます。というわけでね、何が幸いするか分かりませんのでね、もし、して、ね、特技を持っておられる方がおりましたら、はい、リクルートコミュの方に来ていただけるかな、なんて思います。はい。はい、では、週末の関西のイベントの方の、告知ですね、行っていきたいと。報告ありがとうございます。35人ですね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい。では、関西の、週末のイベントの告知の方を行っていきたいと思います。最近定着してきました、毎関西の、名探偵の、チラシ配りなんですけども、今度は7月30日の土曜日に、行おうと思います。13時集合で行いますので、はい。で、前回はね、お子さん連れの方も、参加していただいたりしましたので、はい。気軽にどんどん来ていただいたらなと。ティッシュに織り交ぜて、毎日本のチラシを、はい。はい、配っております。でね、今回、関西の方でですね、外線用のスピーカーですね。はい。あれを、はい。ちょっといいのを購入しましてですね。ああ。ね。ところがこれが、外線する人がいない。なんか、コントさえ言えばいいのに。ええー、私ね、やったことあるんですよ。過去に。はい。やるとしたことがあるんですけども、10秒で頭真っ白になりまして、何にも喋れなかったという過去がありまして、ちょっとトラウマになってるんです。いや、でもこれ、こんだけ、スラスラとお話して。いや、ここね、なんで喋れるかというと、みんなの顔が見えないからです。いや、なんかお花なんか咲いてるなと思って喋れば喋れると思いますよ。ああ、じゃあ今度そうしてみます。というわけで、毎関西は外線される方、外線得意な方も募集しておりますので、よろしくお願いします。はい。で、明けて31日ですね。31日も、いろいろイベントがあります。まず31日ですね。大阪府難波の方で、頑張れ日本の父親ということでですね、新聞アイデンティティの主幹の、久住光一先生の講演会がございます。はい。これ場所はですね、JR 難波駅の上の、難波オーキャットの4階に、あります、難波市民センターというところで、大阪市立難波市民センターの4階研修室で行われます。で、テーマは国家の再建は不正の復権からということで、敗戦後、米国による、日本弱体化政策による骨抜きにされた日本の父親の歴史的な、経緯と復権の国家の再建の方策を話します。ということで、参加費500円となっておりますので、はい、近くの方は、ぜひお気軽に来ていただいたらと思います。ね、最近あれですよ、ね、お父さんの権威が、失礼して久しいので。そうですね。はい、もう今、いないですよ、頑固おやじとかね。いないですね。やるおやじとか、はい。ないですよね。その辺の話も、はい、聞けたらなと思っております。はい。はい。それから31日、もう一つイベントがございます。今度はですね、堺のといっても、仁徳天皇陵です。第5回仁徳天皇陵全周清掃ということで、こちら、金曜日の方も、金曜日じゃない、土曜日の方も放送されてます、彦十郎さんの主催で行われる、はい、高等の未来を守るオフというのがありまして、こちらで、行われます。で、これは31日の午後3時に、大阪府の、JR 百舌駅の西口集合ということで、はい、
こちらから、ミントップ天童の方へ向かいまして、こちらで清掃を行おうということになります。当日にちょっと天気良さそうですので、なんか、今、天気予報見たところで、ちょっと。なので、熱中症なんか、予防の帽子とかね、飲み物とか、各自ご用意ください。で、あと、グッズとかゴミ袋とか、火ばさみとかは、幹事の方でご用意していただけるとのことですので、こちらは費用無料になっておりますので、もしこの機会にという方は、ぜひ参加されてください。はい、いい話ですね。これ一度行ってみたいんですけど、私はちょっと31日は、くずめ先生のお話を聞きに行かせていただく形なんで、ちょっと今回は参加できないんですけど、いつかね、これも参加したいなと思います。はい。はい。ということで、言いたい放題のコーナー参りましょうか。あ、タジさんいらっしゃいませ。あ、いらっしゃいませ。ということで言いたい放題のコーナー。この、週末、結構ね、今月来月と週末、いろいろイベントがありまして。で、先週はですね、大阪の方でデモありまして。はい。ちょっと私も、参加してまいります。久しぶりに、頑張れ日本さんの、大規模なデモでして、どこ行ったかな？こちらがですね、官民主党内閣打倒ということで、関西統一大行動ということでですね、大々的に行われまして、大阪の市役所の前のところですね、中之島公園のところに集まって、したんですけども、この写真はちょっと、これは最後やな。ずっと更新して、あと最後、難波高島屋の前で、凱旋されるっていう形で。で、凱旋を、見ている人々なんですけど、結構な人数を、ね。750名ぐらいっていうことだそうです。ああ、すごいですね。はい。三定団ぐらいに分かりました。私、第三定団の一番後ろの方に、ちょっとおってね、ずっと歩いとったんですけども、一番後ろの方だったはずなのに、途中でふっと振り返ると、結構な行列ができてたっていう。あらなんで、ほら、途中からどんどん、賛同してくれる人が、はい。加わってくれるっていう、道から加わってくれるっていう形だったんですよね。おー。いい話ですね、それは。そう。かなりの人数が集まりましてね。で、ご覧いただいている通りに、日の丸がこれだけ並んで翻る様っていうのは、なかなか壮観なものでございます。壮観ですね。はい。いろいろ、はい。そうですね、いろんな人がおられまして。誰か言ってますけど、ピンクの人。思いました。ちょっと写真ないんですけど、ピンクの、髪の毛のお兄ちゃんがおりましてね。パンクルックの格好で、よくこれで入ってこれたなとか思ったんですけど、まあ、そういうね、まあ、いろんな人が、まあ、ね、いまして、ね、写真見てください、写真見ていただける通りね、もう本当に普通の人が、集まってます。はい。こんな感じで、どんどん行動していけたらな、と思っております。この日はね、水島幹事長とか、西村慎吾さんとかも。はい。凱旋もなかなか迫力があって、よかったですよ。あ、今回ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、というわけで、そうですね、まあ、デモですとか、まあ、凱旋ですとか、まあ、そういったのに限らず、できることっていうのは、たくさんあると思いますんでね。で、こうして、やっていくことで、ね、気づいてくれる人っていうのも増えていくと思いますのでね。はい。はい。ぜひ、こういうのに、参加していただける方は、参加していただけたらなと、いつも思っとるわけなんですよ。はい。
そうしましたら、秋尾さん、今日なんか、言いたいこととかってあります？まあ、言いたいことっていうか、やっぱり、あれですよね、うん、今日話題の高岡さんが、はい、そうですよね。それでなんか一気に今日毎日本5万人突破したんですよね。そうですね、はい、すごいと思いまして、あれね、やっぱりああいうね、あの 有名な人っていうかね、名前の売れた人がそういう呼びかけてくれるっていうのはね、すごいことなんやなと思いましたね。見てくれてるんだと思いましたね。そうなんかすごく嬉しかったですよ。うん、普通だったらほら、こういうことすると芸能界追放されちゃうようなことあるんだけど、それでもやってくれたんだからすごいと思います。そうですね、その覚悟ってあるや、すごいことですね。そうですね。はい、どうぞ。まあ、クビになっちゃいましたけど、所属事務所。そうなんですか。その事務所クビになるとか、そのテレビ出れなくなるっていうことは、イコール、おまんま食い上げですからね、あの人たち。そうですよね。それを押して、しても、ああして、語ってくれたっていうことは、ね。嬉しいことです。なかなか意味のあることなんではないかなと。実際、フジテレビの韓流推しっていうのは、ものすごくひどいし、外国人、その、株の、その外国人が保有している株の比率だって、ダントツ1位だから、他のやつ。28% でしたっけ？28%。だから放送免許停止したんだよね、普通。そうですよ。そうらしいんですよね、あれ。だから、これね、放送免許まだ停止してないけど、まあ、免許停止されるでしょうね。危険が入ったらね。まあ、今のところ入ってないから捕まんないけど、まあ、普通に、捕まるだろうし、まあ、しかもそれをちょっと批判したら、干されるじゃないけどさ、まあ、変だと思うもん、一般市民から見ても、あんだけ韓流ご利用し、そうだよ、他の番組ないんかってね、本当に、そうですよね、なんであそこまでやっちゃうと、本当、情報操作っていうのは見え見えなんですね、もうちょっと細かく、ほら、コマーシャルの中に混じらせるとか、そうした方が私絶対洗脳できると思うんだけど。ずっと言ってますからね。ずっとあれだとね、なんか飽きちゃうよ。あれやと、もうええから、ええから、みたいになりますよね。本当に。で、こういうね、話をする芸能人の人って今まで、やっぱり年配の人が、結構、今年の人が多かったじゃないですか。うん、誰か言ってましたけど、津川雅彦さんとかね。ああいうね、要は、それなりの発言力を持った、御所ぐらいしかなかった状態なんですけど、こういう若い人も、ね、言ってくれるっていうのは、非常にありがたいことだ。基本、やっぱり大御所以外言えないっていうのはあると思うんだよね。大御所以外が言ったら、多分叩かれるっていうか、まあ、今回みたいに潰されてしまう。本当に。ねえ、これを、この、高岡さんをなんとか支援する方法って、ありますかね？どうしたらいいんだろうって思うんですけども。そうですね。なんか、個人でやるライブなんかを応援するとか。うん。舞台なんかは、出れるそうなので、ね、舞台を見に行きたいなとは思うんですけど、ちょっと遠かったりなんかもするんだろうな、とかね。舞台見に行ったり、舞台の告知してあげたりとか、まあ、いろいろやり方あると思うけど、はいはいはい。やっぱね、これはやっぱ芸能界っていうか、まあ、フジテレビが潰れんことには戻れないんちゃうかな。結構ほとんど出ない。あとは、なんかすごいどでかい作品一発当てるとかね。そうだね。かえって日本なんかにいないで、海外に、なんていうのかな、演技の幅を広げるっていうか。まあでも、多分、こういうふうなちょっと酷使じゃないけど、なんかそういうふうな、なんかちょっと日本大好きですよっていう。その面が見えたから、そういう風な監督がいるから、時代劇とかに抜擢されそうな気も、うん